小麦粉、あんこ、お砂糖、それから今日はアレンジでクリームチーズも入れてみようと思います。あんこを丸めます。 25g くらい、はい、30個できました。ふるった小麦粉にお砂糖を入れてお湯を入れながらこねていきます。結構柔らかい。大丈夫かな、これ結構柔らかいけど。それでは小麦粉で作った皮であんこを包んでいきたいと思います。クリームチーズも用意しましたので途中から入れていきたいと思います。これから沸騰したお湯で茹でていきたいと思います。お湯を木べらでくるくると回していくと下に沈んでいるゆでまんじゅうがそこにくっつかなくていいので、ぜひ混ぜながらやってください。今日作ってみて一人では結構大変でしたので、ご家族でぜひ作ってみてください。